はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は最新の音声ログの内容とマップ内に隠されたとある音を解析することにより、あの一つ目の怪物デバウアーがサイボーグ化され、メカデバウアーとして復活するのではないかという伏線をいくつか見つけてきましたので、その紹介と考察になります。バージョン 19.20 のアップデートにて追加されたサイエンティストの音声ログ4。やあパラダイム、ひとまず俺の母親が俺にしていたように君に罪悪感を抱かせるようなことはしていない。それには感謝してほしい、もしくは感謝してほしかった。もうそんな場合ではないんだ。島の下側で地震学的な乱れが発生しているとの報告が入ってきている。すなわちイマジンドオーダーが活動しているだけではなく力を寄せ集めているという確信につながる。イマジンドオーダーは火遊びをしている。俺たちが知っている、そしてまだ知らぬ全ての世界を燃やしてしまうような火遊びをな。早く帰ってきてくれ、手遅れになる前に。最初のひとまず俺の母親が俺にしていたように君に罪悪感を抱かせるようなことはしていない。これはサイエンティストが幼少の頃悪いことをしてしまってもサイエンティストの母親がサイエンティストに罪悪感を抱かせないように優しく接してくれていたように、サイエンティストもまたパラダイムが犯してしまった過去の過ちについて罪悪感を抱かせないようにしていると言っています。そして次の一言、それには感謝してほしい、もしくは感謝してほしかった。優しくしてあげたサイエンティスト本人が感謝してほしいと自分から言ってしまうのは正直ダサいです。次に、もうそんな場合ではないんだと言っており、IO の本拠地、カバート・キャバンが、セブンの島に登場したことにより、サイエンティストはかなりの情緒不安定に陥っているのかもしれません。そして、島の下側で地震学的な乱れが発生しているとの報告が入ってきている。すなわち、イマジンド・オーダーが活動しているだけではなく、力を寄せ集めているという確信につながる。これが今回の本題。島の下側で地震学的な乱れが発生しているとのことですが、これについてはウィーク3のクエストにて地震計を使い、地下で地震が発生していること自体は判明していました。しかしその地震の発生の原因がドリルで穴を掘って IO がやってきているからだと結論付けていましたが、どうやらその考察は間違いであり、穴を掘り終わった今でもなお地震学的な乱れが発生しているということは、島の下側で IO が何かを企んでいるということがわかります。そしてこの島の下側という言い回し、島の裏側でも島の地下ともなっていないので、気になって英語の原文を見てみたところ、アンダーサイドオブジアイランド、アンダーサイド、島の下側という表記になっていました。チャプター3シーズン1のサブタイトルはフリップであり、フォートナイトの運営も島がひっくり返ったことをフリップサイドと表現していましたが、今回サイエンティストがフリップサイドではなく島のアンダーサイドと言っているということは、島の裏側で何かが起こっているのではなく島の地下で何かが起こっているということがわかります。そしてここで、すなわちイマジンドオーダーが活動しているだけではなく力を寄せ集めているという確信につながる。この日本語の翻訳を読む感じ、 IO が地下で活動しているだけではなく他の何者か、キューブクイーンや地下世界にいると考えられる、カオスエージェントなどの他の組織が力を寄せ集めているというニュアンスにも聞こえるのですが、これも原文の英語で確かめてみると、 IO がただただ活動しているだけではなく IO が力を集めていると翻訳することができ、 IO が地下でセブンの島を攻撃するために何かしらの準備をしていることがわかります。では、スロー博士率いる IO は何をやっているのでしょうか。それを紐解くのが、ティルテッドタワーと共に突然現れた一つ目の怪物、デバウアーの骨。このデバウアーの骨は、ごく一部だけが地表に出ており、その大部分は地面の中、すなわち地下世界に埋まっているのですが、生放送で何度も検証してみた結果、夜にデバウアーの骨の中に入ると、なんとここで一つ目の怪物のうなり声が聞こえるんですよね。
さらに不思議なことに、普通に横を向いて聞いてみると、ほとんどうなり声が聞こえてこないのですが、下を向いて耳を澄ますと、非常に大きな音で怪物のうなり声が聞こえてきます。そう、下を向いてうなり声が聞こえるということは、この骨の下には地下空洞などがあり、その地下空洞で何かが起こっているんですよね。以前の考察にて、IO がデバウアーを復活させ、セブンの島を攻撃させるのではないかと考察していましたが、もしかすると、このデバウアーの骨の下にも、カバートキャバーンのような IO の基地があり、そこでデバウアーを復活させようとしているのではないでしょうか。そして実は、現在のフォートナイトのストーリー、大人気映画、ゴジラ VS コングの内容と、非常によく似ているんですよね。最近、YouTube で映画のネタバレ動画を作っていた人たちが、著作権違反で逮捕されていましたので、映画の内容については詳しくは話さないのですが、ゴジラ VS コングには、フォートナイトの地下空洞と、非常によく似た地下空洞が存在しており、デバウアーの骨と、非常によく似ている骨も出てきます。とにかくこの映画、現在のフォートナイトのストーリーと非常によく似ており、その映画の中で力を求める悪い企業がメカゴジラを作っていたんですよね。そう、力を求める悪い企業、フォートナイトにおけるゼロポイントの力を使っている悪い組織である IO と非常によく似ています。ゴジラ VS コングの映画にてメカゴジラが登場したように IO という力を求める悪い組織がデバウアーの骨を悪用し今後メカデバウアーとして復活させるのではないでしょうか。フォートナイトのストーリーの根本は、ゼロポイントやキューブなどのオリジナルのストーリーを持ってはいるものの、例えばチャプター2のシーズン7では、映画、インデペンデンスデーなどのエイリアン系の映画のストーリーを元ネタに作られているところがいくつもありました。そう考えると、今回のチャプター3のシーズン1のストーリーが、大人気映画、ゴジラ VS コングを元ネタとして作られている可能性も十分にあるのではないでしょうか。サイエンティストが IO が現在地下世界で力を集めていると言っているということ、デバウアーの骨の下から怪物のうなり声が聞こえているということ、現在のフォートナイトのストーリーと映画ゴジラ VS コングのストーリーが非常によく似ているということ、そして映画の中で力を求める悪い会社がメカゴジラを作っていたということ、これらすべてを合わせて考えると、今後 IO がデバウアーを復活させるとき、チャプター1のデバウアーとしてではなく、機械化したメカデバウアーとして復活させると考えると、すべての辻褄が合います。そして最後にサイエンティストは、イマジンドオーダーは火遊びをしている。俺たちが知っている、そしてまだ知らぬ世界の全ての世界を燃やしてしまうような火遊びをな。早く帰ってきてくれ。手遅れになる前に。これがセブンの島である表の島と IO の島である裏の世界の両方を燃やしてしまうと言っているのか、それともフォートナイトの世界とそれ以外の宇宙の両方を燃やしてしまうと言っているのか、そのどちらかはわかりませんが、現在、IO が計画しているであろう、メカデバウアーの復活により、世界が崩壊してしまうのかもしれません。そして、サイエンティストはチャプター3が始まった当初から、IO を倒すには、パラダイムの力が必要であり、そして、パラダイムに早く帰ってきてくれとお願いしています。パラダイムの持つ特別な力とは、一体何なのか。パラダイムが今、どこにいるのか。これらの情報も今後の音声ログにて判明するはずですので、最新の音声ログについて詳しい解説、考察を知りたい方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今回の考察いかがでしたでしょうか。今回の考察はね、生放送でデバウアーの骨の下から怪物の声が聞こえていると教えてくれたリスナーさん、そしてゴジラ VS コングの映画を見たリスナーさんの情報から発想を得ることができました。自分はマップ探索をしている時、音楽を聴きながらとか YouTube を見ながらマップ探索をしていますので、なかなか音にまで気を配ることができていません。いつもね、ミルダムの生放送とか YouTube のコメントとか Twitter の DM でこれらの情報を提供してくれているリスナーさん、本当にありがとうございます。ということでね、デバウアーが復活してほしいって思う方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。